そうか。この辺りを荒らしていたのはシアの部隊だったのか。ええ、本国が滅によって沈められたことで統制を失った部隊が多いようです。できる限り武装解除させているのですが、さっきの村のようなことも。各地の惨状を目の当たりにしました。どの勢力も本来の目的を忘れて争っているようだな。それだけ世界に余裕がなくなっているということでしょう。様子を見てきましょう。ところでイーラの状況はいかがですか。国王陛下の賢明なる統治のもと安寧を謳歌していると言いたいところだけどね。内実はどこも同じですか。滅による破壊はイーラの領有にも及び始めている。本当なら我が国も援軍を差し向けたいところなのですが。無理しなくていいさ。そのためにアーケディアから彼女を譲り受けたわけだからね。そうか、君が。やはり次期イーラを使者を送って本当によかった。あなたが言うとシャレにならない。国元に波風は立てたくないのですが。ただの女才です。影響力は皆無だ。そこで終わればですがね。コアの色は違うようだね。おまけに女性とは可憐という意味だよ。メツは屈強な体育をした大男だった。不安かしら。むしろその逆だよ。ブレイドの能力に容姿性別の関係がないことぐらい常識だ。君は抵抗軍のヒロインになれる。担がれるつもりはないんだけど。それでいい。君に頼みたいことはただ一つ。私の過ちを正してくれること。あの滅を葬り去ってもらうことなのだから。なるほど。辺境を平定し遠征軍の雄と謳われた彼が。ブレイドの暴走なんてこれまで一度としてなかったことだからね。アーケディアとしては公にしたくはないのだろう。抵抗軍への支援もわざわざアバリティアを経由させているくらいだ。それであなたのもとへ。宝刀王子だからね、ボカ。ことを収めればそうも言っていられないのでは。よしてくれ。君と同じで権力に興味はない。終わったら隠遁して畑でも耕すよ。皇帝陛下、第三十人隊が帰還したようなのですが。何かあったのかい。妙なものを見たと申しています。傭兵崩れの集団が人目を避けるように移動していたとか。傭兵崩れ、確かに妙ですね。この辺りにはもう稼ぎどころの戦場も略奪できそうな村もないというのに。陛下のご上の通り、むやみに戦闘は起こさず行く先を見届けただけで帰還したそうです。そうか。それで行き先は。村の外れだとか。村の外れ、墓場くらいしかなかったな。シン。そうか。さっきは持ってっちゃったけど、やっぱり
母さんがずっと使ってくれると嬉しいな。ほう、あのアバズレくたばりやがったのか。ずいぶんひいきにしてやったのに。ふっ、一発に構えるようになったじゃねえか。しょんべんちびりそうな顔で震えていた小娘がよ。あなたはまさか。ゴータ覚えていてくれたか。感激だね。そのゲスすら忘れたくても忘れられないわ。言うね。何の用？想像はつくけど。ありゃもともと俺のもんだからな。とその前に、まずはこいつの礼をさせてもらわねえとな。すぐに死なせやしねえって。切り刻まれるお前を見て、あのすかしたブレイドが絶望しながらコアに戻っていくとこを見届けてやるのぜ。私が引きつけます。その隙に皆さんのところへ。無理よ。あいつ霞の力を知ってて、ブレイドよりも傭兵を集めたんだ。そういうこと。安心しな。死なねえ程度に可愛がってやるからよ。